あいつ俺と同じクラスのやつだ。確かポムフィオーレ寮のエペル・フェルミエ。今日の VDC のチケット、同じクラスのエペルにもらったから、俺も見に行くぜ。あいつらに、無様なところ見せんじゃねえぞって伝えておいて。無人島に一人連れて行くなら、誰を選びますか？ただし、同じ寮の生徒は除く。だって。無人島で生活するだけなら、俺一人で十分だ。だから、どうしても連れて行かなきゃいけないなら、自力で生き残れるやつを選びます。いろいろとやることがある状況下でお荷物が増えても困るんで。まずオクタビネルの野郎どもは論外だな。やることなすこといちいち対価を要求してきそうだし、肉体派が少ないイグニハイド寮生もなしだ。体力がないやつはきっと無人島生活に向かない。 あと虫が出てきたとかの些細なことで騒ぐやつがそばにいる状況も避けたい。となるとエペルが無難っすかね。おお、エペル君、素直だしガッツもあるし、なかなかいいチョイスかも。はい、あいつは負けず嫌いなやつですから、いちいち俺に頼ってこないと思います。割と手先も器用だから、船でも作って自力で脱出を考えるかもしれねえし。なるほどね。とはいえ実際に無人島で何日も生活するとなったら、一人じゃ結構きついよな。エペル君の器用さを買ってるなら分業するのもありじゃない？それで効率が上がるなら、それぞれが自分の仕事をこなすってのも一つの手だとは思います。ジャック君とエペル君って本当に仲良しなんすね。な、実はさっきエペル君にジャック君がどこにいるか知らないかって聞かれたんだよね。今からインタビューって答えたら、終わった頃にプレゼント渡しに行くって言ってたっけ。あ、ラギー先輩、それってもしかしてサプライズのつもりだったんじゃ。あちゃー、だとしたら悪いことしちゃったな。やっぱり二人は仲がいいんすね。ジャック君、今からでもマジフト部に入ったな。俺もエペル君も大歓迎するっすよ。だから別に仲がいいとかじゃないっすよ。あいつとはクラスが一緒ってだけで、まあ他のやつよりは根性あるし、トレーニングの話とかで盛り上がることもありますけど。ってこの話インタビューとは無関係ですよね。ラギー先輩、早く先に進めてください。本当はサバナクローに入りたかったんですか。はい、僕あのサバナクローのキャラクター受けてます、うん、え、本当ですか。で、あの実際に演じるってなったら、うんうん、このエペルちゃんだ、エペル君だったんですけど、うん、なんかちょっと似てますね、うん、エピソード的には。そう、エペル君との共通点がすごく多くて、すごい嬉しかったのを覚えてます、うんうん、あ、なるほど。